新大和の予想なんですけども、まあ、あの前回の限定話話ししした部分を、ままず前提として話しますね前回ね限定でどんな話したのかっていうと「まちろく TV」というです、ね、YouTube チャンネルで岩井俊二監督が出た回見たんですよ。でアート系だと思われてた岩井監督は実は対策志望でもともと山崎監督が宇宙全ヤ大和スペースバトルシップ大和を撮った時ですね実写版を撮った時。 あの、岩井監督が指名されて、岩井監督がやってたんだけども、岩井監督クビになったらしいんですね。あ外録テレビって言うんですか。えー、岩井監督がクビになったと。で、クビになったのは何でかっていうと、その時岩井監督が出した、やりたかったのが、大和建造以前の話をやってくれ、あやらせてくれと言ったらしいんですよ。つまり、大和が作られる前に、もう第1話ではですね、明王星でですね、地球最後の防衛艦隊が負けて帰ってくるじゃないですか。 あそこに至るまでが一番面白いはずだから、防衛艦地球防衛艦とがガミラスと戦っていてで、地球も一生懸命宇宙戦艦を作って戦ったんだけども、だってね、時に2199年っていう宇宙戦艦をやめそこから始まるんですけども、途中でですね、そもそもの慣れそめを話す時に、21世紀の最初から、えー、ガミラスという侵略者が地球を攻撃しだしたって言ってるんですね。 だからあの世界ではですね200年間戦いが続いて地球人類は交代に交代を重ねて最後に地球のそれも地下都市に入っているっていうそれテレビ版の設定というかですねセリフでちゃんと出てきてるんですねなのでそこの部分ちゃんと書きたいんだというふうに言ったらしいんですけどもだからその辺はですねそのまあ権利者の OK が出なかったらしくてですね岩井監督ク,クビになっちゃうんですよでこれね アイディア元は安野秀明じゃないかなと僕は思ってるんですね。もともとあの岩井監督と安野監督は以前から仲良くてお互いの作品に参加してるぐらいですし、岩井監督がですね、岩井俊二さんがですね、宇宙戦艦ヤマトの実写版を引き受けたとなったら、それはもう安野君としては大喜びでですね、いろいろこういうのああいうのっていうのアイディア出したんじゃないかなというふうに僕はね、僕はそういうふうに思ってるんですでその時に。 その連合艦隊好き日本あの帝国艦隊の連合艦隊好きの,です、ね、あの安野く君としては絶対そういうふうなのをやりたいと思っただろうからこれ安野っぽいアイデアだなというふうに思ったんですけどもでこれがまあ前回限,限定で話したとこなんですけども気になるです、ね、情報がですね、えー、っとイベントで,です、ね、安野く君があここはちょっと正確に言わなきゃいけないんだよっていうふうに読み上げるんですよ。で読み上げた内容が ージャーホールディングス様よりって言ったんですけど「ボイジャーホールディングス」より「宇宙戦艦ヤマト」をベースとした新作アニメ映像を制作する権利を付与されました東北新社より著作権の利用につき許諾を得ました平たく言うと僕が新作を作ることができるようになった」っていうふうに言ったんですね。で、で、このの、えー、新作アニメ映像っていう じゃないかなと最初思ったんですテレビシリーズじゃないかなと思ったんですけども、後にカラーからですね、公式表明で、2025年からのプロダクション開始を目標に、新作劇場作品を鋭意制作企画進行中ですというですね、これ公式声明でてるから、ああ、じゃあやっぱり劇場アニメかとなったんですよね。で、あとそのボイジャーホールディングス、つまり、 もともと西崎義則が持っていたウェスト・ケープ・コーポレーションからですね社名変更した会社だと思うんですけどつまり西崎側の権利とあと東北新社の権利があの、まあ、許諾できたと松本零士がいないわけですよねじゃあキャラどうするのかと松本零士キャラ使わないのかとまた佐田本義行で行くのかですねで えー、テレビシリーズだったら僕すごい喜んだんですよ。なんでかというと「新仮面ライダー」とか「新ウルトラマン」皆さんもご存知のように僕はあ西崎慶喜とすみませんまたね「慶喜」って呼んじゃった。<laughs> えと「新仮面ライダー」とか「新ウルトラマン」僕は割とね評価してないんですよね。で、えー、なんでかというともともとテレビドラマでやったから面白かった「仮面ライダー」テレビドラマでやったから面白かった「ウルトラマン」を劇場用作品にするとやっぱり違っちゃうんですね。だから その宇宙戦艦ヤマトも新宇宙戦艦ヤマトもやるんだったらテレビシリーズでやるのが一番いいなと思ったんですけどもあのカナーからさっき言ったように公式表もで,ですね劇場作品をってやってるんだとか劇場かと。ならばせめて3部作だろうっていうふうに僕は思ってるんですよ。これはもう単なる感想なんですけどなんで3部作なのか。宇宙戦艦ヤマトにはですね庵野秀明君が絶対にやりたいリメイクシーンが、まあ、リメイクしたい名シーンが多すぎるんですね。 えー、今回無料ではですねその絶対にここやりたいだろうというです、ね、<laughs> 名シーンだけとりあえず紹介しますまずこれ漫画版の宇宙戦艦ヤマトですね、ま、松本零士自身が書いたやつなんですけども「え撃て」って起沖田艦長が言うとレーザー砲を撃つんですねレーザー砲撃つとガキーンビーンって音をしてですねレーザー砲が弾き返されてるんですよで、えー、敵艦の装甲板で弾かれていますこれねあの ビームがですね敵に効かないっていう時って当たっても例えば装甲板が赤くなるとか色がつくとか何も影響がないとか。 それをやるんですけどもですね、光線が跳ね返されるというですね、あり得ない光景をやってるんですね。で、これってやっぱりね、あの SF なんですよ。あの、ビーム兵器を弾くっていうのは SF ファンとしてショックを受けるんですね。本来あり得ないんですけども、そのニュータイプのスパーク、ここから光がバシバシバシ出るのと同じくですね、理屈をね、イメージが超えた瞬間なんですよ なまあ、そレーザー光線がああの効かないというのはこういうふうになるだろうというです、ね、本来だったら理屈でこういう世界があるんですけどそれを超えた面白さですねそれはその例えば「マジンガー Z」でやってるです、ね、電磁バリアが破られるというのは本当にガラスがバリンって破られるように破られるとあれもありえないんだけどあまりにも絵的なインパクトがあって面白いからやりたいで「エヴァンゲリオン」でもです、ね、その敵と味方が両方とも張っているバリアをガッと指を入れて無理やり広げて入ってくると。 あれもありえないんだけど、絵としてあまりにも面白いと。SF ってね、なんか、さっき僕がガンダムで言ってたら、理屈科学が通じればそれでいいのかって、そうじゃないんですよ。科学を超えたい場合は、科学よりすげえもん持ってこいなんですよ。科学よりすげえもん持ってきたら許すぜってやつで、エヴァのバリアを指で開くにしても、マシンガーテッドのバリンって破れるにしてもですね、宇宙世界マトのビームを弾き返すにしても、超えてきてるんですね、科学なので、こう、許すってやつなんですよ。 これやりたいだろうと。やるはずだと。次です。えー、内う世界山和松本零ジ版第2話のですね、えー、冒険王のカラーページ。もうこの圧倒的にですね、これあの、炭ベタとカラーのメーターだけでですね、状況を書いてあってですね、えー、関東地区居住区放射能降下0.5キロ降下とか、ワシントシン更新不のパリ午前0時で沈黙、リ,リオトナイル出力低下、えー、電波が低く何を言ってるのか分かりません。 でこの後、アニメ版ではですね「モスクワさよならを打ち」を打ち続けていますっていう風になるんですけどもここら辺の圧倒的なメーターの美しさと絶望的な状況を見せるシーン「ヤマトとはこれだ!」その1ですねこれをやってくれるはずだとヤマトやるんだったらこの「松本メーター」見せないと意味ないんですこれって本当になぜか美しいんですよね <laughs> これれやってくれよっててくよよ。思うんですよ、ね、あとはまあ宇宙戦艦ヤマトテ,あのテレビ版の第1話ですね有星、えー、爆,爆弾ねあの実際は爆弾有星爆弾っていうですね真っ赤な火の玉みたいなのが落ちてしばらくしたらですねダブラシ等加工で,です、ね、この真っ赤な地球の上に光がポワーンと広がって消えるだけなんですけどこの落ちる速さとですね光の広がっていくタイミングの見事さ これがね、なんかこう、スキャットの、ああ、あ,あと、あの、並んでですあの一緒になって、めちゃくちゃかっこいい。トとはこれだ、その2ですね。で、あと、地下都市、松本零士とはこれだ、その1ですね。<laughs> 松本零士の素晴らしさっていうのは、こういう何か幾何学模様みたいなビルを描いて、で、その中に、えー、ちょっと足の短い人間とかを配置することでですね、ドラマというかですね、絵を作るんですけども。 ここら辺ってねクリス・フォースとかですねそのアメリカで言えば誰なんだろうなそのえー、っと宇宙画家あのチェスリボーンステルとかですねそういう人にもないセンスなんですよね。本当に松本零士っていうのは日本が生んだ世界でもトップの SF イメージの巨匠だと思うんですよ。でこれをですねちゃんとやってくれるんじゃないのか。あとはもう ヤマトって言ったらこれでしょう。第1話ラストですね。夕日を浴びて死んだように沈黙している戦艦ヤマトってやつですね。これを夕日バックにしてですね。 全くこの方向的に正しいのかということになるんですけども九州の沖に沈んでるですね戦艦ヤマトっていうのをですね映した宇宙戦艦ヤマト第1話のラストなんですけど「ヤマトとはこれだその3」ですねこれをやってくれるはずだとでそんなのをやってると劇場版1本で済むはずがないんですよ3部作に僕なるだろうと思ったのはここですねであと第2話でなんと驚いたことも「宇宙戦艦ヤマト」第2話でですね このマトには悲しい歴史があってっていうことで,ですね。九州か、なんかこう、広島の近く、呉の近くか知らないけど、漁師の親子が言ったらですね、父ちゃんあれは、あれは何あれはマトだ。男の船だって、戦艦マトの出撃シーンがあってですね、その後軍艦橋がかかってですね、で、その後ですね、沖縄戦、沖縄沖戦でですね、山とがですね、敵の攻撃を次々と受けて、沈むところまでですね、全部アニメでやってるんですね。 これをやるはずなんですよ。あんのが男だったらやるはずだと思ってるんですけど。それはもう他のものなんか全部やらなくてもいいからこれやる。だから2時間で終わるはずがないんですよね。で、あとですね。次がまたヤマトはこれなんですけど。第3話でですね。えまあ、宇宙戦艦ヤマトにこれからイスカンダルに行くメンバーが乗ったシーンだ。 乗って後にですね、起き艦長が古代と島を案内してあげるんですね。で、船内でこれが中央コンピューター室だとかいろいろ見せるんですけども、一番先頭に行って何を見せたのかというと、ここがなんだかわかるかって言って左ここ行くんですね。これ三人小さいて。いやこれなんですかと。これは監視波動砲の発射口だ。波動砲を見せるときに。 外から見せるんじゃなくて中から見せ始めると波動砲の中は3人が歩いていってこんなでかい大砲があるんだっていうこれやらないとダメでしょ何か大和のね俺あの新作の,の2199からそっち一応見てるんですけども僕ここで語らないのはですねいいんだけども、まあ、僕が語るほどではないと実は思ってるからなんですね応援はしてるんですけども僕が語るほどではないと思ってるんですけども こういうのをですね、ヤマトの意志を継ぐというのはこういうことじゃないかというふうに思っているんですよね。<laughs> あとですね、これはあの、まあ、今までかっこいいとかやったんですけども、ヤマトの中でちょっとやっぱ問題があるところもやってほしいんですよ。あの、ヤマトのですね、話、あ、違う、第13話です、ね、第話でですね、えー、古代君の家が出てくるんですけど、西暦2190年ぐらいの家なんですけども、家にですね、こんな、 アンテナがついてるだけで22世紀っていうですね、かっこいいでしょうね。家の中入ったらですね、普通にあの、襖があったり、障子があったりして、その奥にちょっとメーターがついてるんです。で、 これあの、地球防衛軍、地球関東あ、日本関東基地なんですけど、そこにですね、お兄さんを捧げていって、お兄さんがいないから僕寂しい元気を出すんだ、守る、あ、進むというふうにですね、守る兄さんに慰めてもらうんですけど、後ろにずらっと並んでるロケット兵器なんですね。もうかっこいいですよね。やっぱ、これもやってほしいんですよ。で、最後ですね、十18話でですね、 あの真田さんという技術長がいるんですけど真田さんに「来ない俺はお前に謝ればならぬ、うんことがある」ってい,、まあ、いわゆる決死作戦を2人だけでやってる時にですね「えー、お前の兄が乗った雪風あれはあの冥王星で起きた艦長を守るためにあえて残って沈んだと言われたかそうじゃないんだあの雪風はもう戦える状態じゃなかった俺は整備士として雪風を担当していたがもう雪風の状態はひどくておまけにその冥王星開戦に参加するために日数も少なくて万全な整備ができなかったと。だから雪風 雪風が完成した状態でないと分かって、ま、行かせてしまった結果守るはもも戻らなかった古代は戻らなかった俺のせいだ俺が死なせたようなもんだと言って「いやそんなことはないですよ真田,田さん」ってもう古代君は大人になったから言うんですけどもその時の真田,田さんの改造シーンの雪風ですね、えー、着陸客を出してです、ね、着陸してるんですねこの着陸客マニアの僕としては前の部分がです、ね、こう開いてこう出てると。 この開いて出てる出方は何かっていうと、えー、日尾明ではなくてじりゆき版のですね漫画「宇宙戦艦ヤマト」に出てくるコスモゼロの着陸客の出方と同じなんですよね。でなんかいいのを選んだというふうに思ってるんですけどじりゆきさん分かってるねって思ったんですけどこのね足の出方かっこいいって後ろの足もまああるんですけどちゃんと着陸客で雪風がね着陸してるんだなとでその後、ですね、えー、雪風はですね修理が万全ではないと知っていて冥王星回戦に参加する 冥王星回戦って、こんなに参加してるんですよで。これね、実際は宇宙戦艦のですね、この宇宙艦隊がですね、夕日の中、次から次へどんどん現れている中に、小さく、ね、なっていくんですけども、実は、100隻とか下手したら、何百隻という戦艦が、冥王星回戦に参加して、もう僕らがテレビの第一話で見たところっていうのは、かなりやられた後なんだな、っていうのがわかるんですよね。この辺、それも富士山バックですね。富士山バック。かっこいい。 これもやるべきだと。これを全部入れたら僕の予想では劇場アニメ、新宇宙船がヤマトは多分最低でも3部作になるというですね、えー。ここまでも十分に妄想なんですけど、ここから先はさらに妄想なので、プレミアムの方で話そうと思います。